最初に芸能人の方が来るとき来たんで、 DJ ならではのちょっと考えていこうかな。結構聞きたいですけど、僕見たいですよね。はい、 DJ コウです。よろしくお願いします。ラファエルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初コラボということで、はい、今日はいろいろと教えていただきたいことがたくさんあって、はい、何でも聞いてください。 YouTube のことはやっぱり YouTube、はい、ちょっと真剣にやろうと思ってるんですけども。嬉しいですね。あ、嬉しい。いや、嬉しいですよ。いろんなジャンルの方が入ってくださるのは、こうやって僕もコラボさせていただけるっていうのは、うん、僕3年前までサラリーマンやってましたから、ずーっと見てましたから。うわ、まさかそ自宅にコウさん来ていただいて、最近 DJ 初めてコウさん来ていただいて、そんなありがたことないですから、ドッキリが多いじゃないですか。僕ドッキリ多いですね。はい、あのトレンドを見る、そういう調べるサイトがあったりするんですよね。でその時に一番検索されてるワードのネタをやるっていう感じですね。おお、そういうサイトがあって、次何十万払って、はいはいはい、トレンドキーワードが拾えるっていうサイトがあるんですよ。それでもう1週間なの、1ヶ月、1年、はいはい、でやっぱりそのドッキリが常にまだ上なんですよね。検索されてるワードの上位なんですよ、はいはい、いやでもなんかテレビの番組で僕も結構ドッキリかかることは多いんだけどそういうイメージですね。はい、その出尽くしちゃった感がある中で、はい、考えていくの難しいですよね、なかなかね。そうですね、エンタメはやっぱりネタは難しいですね、考えるのが。そこをどう乗り切るか。そうですね、常にネタ考えないとダメなので。俺メモマなんですよ、結構。あ、そうなんですか。いっぱいメモしてるんで、だから今度ちょっとそのドッキリネタを常に考えて、あるなし関わらずメモしていこう。自分に言ったんすね、今。自分に言ってきた。そうですね。いつもやるときに冒頭の紙の挨拶とかって、はいはいはい、どういう風にしたらいいのかなって。あの一番定番はですね、やっぱりそのオープニングとエンディングって決まったものが5秒から15秒ぐらいのものがあってもいいと思うんですね。あの先ほどの挨拶なんか DJ こうですみたいなやってませんでしたか。普通に、いえ、DJ こうですわ。それでいいでしょ。え、大丈夫。いいと思う。でもせっかく YouTube だからラファエルみたいな、あ、ちょっと偏見のやつとかも。偏見の挨拶、ああいうの面白いよね。なんかコウさんでも人の悪口言うイメージないんで偏見のイメージじゃないんで。いつもやってるやつって、はい、例えばどういうやつ。例えばですけど、まあ、以前言った挨拶言うと、はいはい、コンビニの前でフランクフルート食べてる女の人を見た時に思いついたのが、コンビニの前でフランクフルート食べてる女やりみたいな。それは流せないですよ。ピーが入るやつ。はい、結構大変で、毎日考えるのが。僕はそのやらしく見たんですよ。コンビニの前でフランクフルト食べてる女の人がやらしく見たんで。なるほど。そんなところでフランクフルト食べると思って。そうだよね。はい。でも俺が言ってもつまんないな。イメージがなんかそういう人の悪口のイメージないんで。よくコンビニでスパゲティ買ったのにスプーン渡されるとか。はい、それ思わないです。面白い。それ思わないです。やっぱり普通にシンプルに DJ こうですっていうのをさっきのなんか DJ 風に DJ 風に言うのがいいのかなと思うんですけどね、僕は。なるほど、はい、じゃあ DJ こうでーすでちょっとそのイメージですけどね、もうやっぱり、はい、それでちょっと初めはちょっとねやっていこう。テンション下がってるやん。テンション下がってるじゃないですか。例えば僕もいろんな YouTube 見て、はい、ちょっと勉強はしてるんだけど、はい、こんな人の見るといいっていうのあります？なんかコウさんの場合実はそれが難しくて、僕もちょっと考えたんですけど、はい、今日対談させていただいてるってことで、はい、他は普通だと女性だったら化粧系だったらじゃあ誰々見ろとか、うん、エンタメだったら誰々見ろってあるんですけど、はいはい、コウさんのジャンルってなかなか、まあ、DJ ってことで言うといないんで、うん、方向的にエンタメで行く感じなんですよ。エンタメで行きます。エンタメで行くんでしたらやっぱりそれだったら僕も一応ジャンルはエンタメなんですけど、うん、一番参考になるのはやっぱりその芸人さんで YouTube されてる方を見るのが一番参考になると思うんですよね。カジサックとか、カジサックさんとか有名な視聴率そこですね、うんうん、あとはその芸人さんで YouTube やっててエンタメをやってる方ですね。トークだけじゃなくて、中田さんってちょっと勉強のトークだけこう、はい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 、そこを見てもなかなかご自身のジャンルとしては参考にならないんで。なるほど。カジサックさんとか、なるほど、他の芸人さんって結構実は再生数 YouTube では行ってなくてもいっぱいいるんですよ。同じようなドッキリやったりとか、面白いエンタメやってる YouTuber って、はい、YouTube チャンネル持ってる芸人さんいっぱいいるんで、それを見ていただくっていうのは結構参考になると思います。なるほど、はい、YouTube だとあの使う音楽って規制があったりするじゃない？あ、そうですね、はい、そうそう、規制をなくするようなフリーの音源って、音源を使わないとですね、定番として作っちゃうっていうのはありなのかな？なんか、あ、作るのもありですし、僕なんかは提供していただいてる曲があるんで、うん、完全オリジナルなんで、うん、それを使ったりしてますね。それ作ったやつはもう普通リリースしたりするのを、はい、逆に YouTube 用だけとして使う音源を作ればいいのかな？じゃあ
そうですね、そういうことで全然いいと思います。教える過程でどうしても音楽流れてないとダメじゃないですか。そうそれはまあ、ね、フリーなのか、うんうん、何かもうコウさんも多分世に出してないオリジナル曲いっぱいあると思うんで、それを使うっていうのは全然そうかいいと思いますけどね。あ、そういう DJ ならではのちょっと考えていこうかな。結構聞きたいですけどね、僕見たいですけどね。あ、そしたら使ってくれる使ってくれるって何ですか。全然、はい、よろしくお願いします。ラファエルとこでかかってるとさ、なんかさ、はい、バズりそうっていうもうさ、ちょっとさいいイメージがすげえあるのよ、こっちからしたら。はい、全然使いますよ。なるほど、全然使いますよ。最近その芸能人の人たちすごくもう YouTube に参入したって話題になってるじゃないですか、はい、で、もともとやってたラファエルとかがそういうのを見て、はいはい、ぶっちゃけどうな感じなんの。それで言うと僕はあれなんですよ、最初に芸能人の方が来るとき結構手伝ってたりもしたんで。あ、実はそうなるよね。実はまあ言ってるんですけど、うんうん、結構僕はありがたくて YouTube が盛り上がるので、YouTube 自体がまだまだ YouTube って大きくなるというか、どうしてもやっぱり子供が見てるんで、もうちょっとやっぱそのコウさんとかそういうアダルトの方が入ってくださって、テレビ見てる大人が入ってきてくださる視聴者ごと、コウさんと一緒に視聴者も来てくれるってイメージなんですね。あ、なるほどね。 YouTube の方に、はい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 、そういうイメージです、はいはい、なんか YouTube っていうと、はい、個人がいかにやるかっていう意識でやってるのかなと思ったら、逆にそうじゃなくて YouTube 全体をなんか考えてるってことなんですね。そうです、まだまだやっぱり YouTube 自体が伸びる市場なので、うんうん、コウさんが来ていただくことで、うん、そのパイを取り合うんではなくて、パイがまだ満タンじゃないんで。あ、なるほどね。まだまだパイが大きくなるってイメージなんですね、はいはい、来ていただくと。だから、まあ、協力っていうと、あれなんですけど、こう一緒にコラボすると僕にも返ってくるっていう、うん、YouTube 自体まだそういう段階、成長期なんで、まだということで、はい、今回お世話になりました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。もう、俺のドッキリはどうでしたか。雑でしたね。雑でしたね。あと分かったのが、やっぱりドッキリは仕掛けられるより仕掛ける方が大変だって。そうですね。もう2回目ぐらいからコウさんドッキリしに行くんかなって思ってます。コウさんの背中見て、ちょっと行ってくるねっていう、背中見た時に、ドッキリされるんやろなって思ってました。また何かあったらよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。